そう、まあ、今回ヨーグルトにすることによって爽やかなカルボナーラですかね。でこの油も旨味なので入れてあげてください。はい、はい、カルボナーラとかクリームソースの場合っていつものアルデンテより気持ち柔らかめにした方が僕は美味しくできるかなと思います。皆さんこんにちは。本日は大阪福島にお店を構えるイタリアンレストランイルリューゴ・ディ・竹内の竹内シェフにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日ご紹介していただくレシピでございますが、フライパンを使わないボウル一つでできるヨーグルトを使ったカルボナーラでございます。はい、とっても簡単な手順で美味しいカルボナーラをご紹介していただきたいと思います。はい、はい、では早速作っていきましょう。はい、まずじゃあ、ベーコンパンチェッターですね、はい、をお皿に並べてラップをして電子レンジでカリッとなるまで加熱していきます。はい、火に入れてる間にパスタを茹でていきます。はい、同時に工程進めていけるので時間も、まあそうですね、できるね、はい、もうパスタ茹で時間でできますね、これは、はい、カルボナーラのベースのソースを作っていきます。はい、はい、ボウルに卵黄ですね、はい、卵黄と、ヨーグルトを入れていきます。あ、よくねカルボナーラって生クリームを使うと思うんですけど、まあ、今回ヨーグルトにすることによって爽やかなカルボナーラですかね。また普段とは違ったカルボナーラができると思います。はい、はい、では楽しみです。はい、で、チーズ入れていきます。はい、で胡椒ですかね。はい、お好みで結構胡椒が好きな方はたくさん胡椒を引いてもらったらいいと思います。はい、で混ぜます。はい、ベーコンですね、600ワットで3分したらまあこんな感じになるんで、はい、ラップを外して はい、でこの油も旨味なので入れてあげてください。はい、はい、であとはパスタが茹で上がるのを待つだけですね。はい、カルボナーラとかクリームソースの場合って、まあ、好みにもよるんですけど、まあ、いつものアルデンテより気持ち柔らかめにした方が僕は美味しくできるかなと思います。まあ、そう、パスタの種類によってちょっと変えていくのも、はい、より美味しく、はい、いいのかなと思います。召し上がる、じゃあパスタが茹で上がってきたので、はいはい、まあ、これしっかりちょっと水分を切ってあげてください。はい、ちょっと水分切らないとシャバいソースになってしまうので、うーん、しっかりじゃあ水気を、はい、切ります。はい、でパスタを絡めていきます。はい、ゴムベラで混ぜてあげて、でここでちょっと火がまだ入ってないのかなっていう感じでさ、ちょっと湯煎で温めてあげると、はい、で茹で汁をでちょっと調整してあげます、濃度を。茹で汁をちょっと入れてあげて、湯煎で軽く温める感じですかね。で卵に火が入ったか入らないギリギリのラインをもう調整しやすいですね。そうですね、調整しやすいですね。はい、はい、これで卵が火が入ったので、じゃあお皿に持っていきます。はい、で仕上げに、チーズですね。チーズをたっぷりかけてあげて、でパセリと胡椒で、はい。ボウルで作る
ヨーグルトを使ったカルボナーラ完成です。はい、ではカルボナーラをいただきます。確かにすごく爽やかな味がしますね、はい、まあやっぱりね、生クリームじゃなくてヨーグルト入れてるんで、だからまあ豚バラとかね、ベーコン脂っこいのでもまあ爽やかに、ね、食べれるのかなと思います。はい、ヨーグルトにすることです。はい、いい具合にあのベーコンの脂も混ざってとっても美味しい一品で、パパッとできちゃうのもまた便利でいいですね。そうですね、簡単、はい、できるんで、はい、ありがとうございます。では竹内、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひご家庭でお試しください。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!